こんにちは、バイオリニストの南です。4月15日ティアラコート定期演奏会にて東京シティフィルの皆様と高関健マエストロの、指揮で、ブラームスのコンチェルトを演奏させていただきます。私は普段アメリカのボストンに住んでいて、数日前に3ヶ月ぶりの帰国をしました。ずっと食べたかったお蕎麦とか天ぷらとか、うなぎとかお刺身とか、日本の旬の春のお野菜とかを食べて元気もりもりです。今回演奏するブラームスのコンチェルトは私が最も大切にしているレパートリーの一つです。このコンチェルトは、はい、その人どうぞ頑張ってとか、はい、オーケストラカンパニメントって感じではなくって、こうソリストとオーケストラが、こう時にぶつかり合いながらも一緒に音楽をこう固くんで作っていくようなとてもシンフォニックな作品だと思っています。ブラームスのコンチェルトは、こう例えるならちょっとキラキラしたいわゆるインスタ映えする作品っていうよりかは、質実剛健な感じ、こう噛み締めてこそうまみがわかるみたいな作品だと思っています。で、今回の注目ポイントは、1楽章の終わりくらいにあるカデンザを自分で作りました。今までブラームスのバイオリンコンチェルトを演奏するときはヨアヒムの定番のカデンザを演奏していたんですけど、ブラームスがせっかくこうカデンザを作曲せずに、はい、ご自由にどうぞっていうふうにブランクにしてくれているので作ってみました。私は作曲するときにバイオリンとかピアノを使わずに頭の中で作曲するタイプなんですが、いざ出来上がって初めて自分でバイオリンで弾いてみたときに、すっごい難しいのができてしまってて、ちょっとびっくらこいなんですけど、自分で作ったものなので頑張って練習しました。初披露できるのがすごく楽しみです。そして、東京シティフィルの皆様とは、高校を卒業してすぐぐらいの時にモーツァルトのコンチェルトをご一緒していて、その時皆さんがすごく優しくて温かい雰囲気で迎え入れてくださったのを覚えています。そして高関健マエストロとは中学2年生の時にご一緒していて、まだちびっこでこう右も左も前も後ろも分からなかったちびっこをこうお日様みたいなあったかい式で導いてくださったのをすごく覚えています。そして個人的な高関先生との思い出が一つあって、私は中学卒業まで奈良に住んでいたんですけど、大阪でオーケストラのコンサートがあるときはよく通っていました。その中でも高関先生が指揮されるこうコンサートが好きで、いわゆる推しみたいな感じでよく行ってたんですけど、一回クリスマス前ぐらいに高関先生がベートーヴェンを振られるっていう時に、こうクリスマスプレゼントというかこうクッキーを買って楽屋に突撃してお会いしに行ったことがあって、その時こう推しの指揮者の先生を目の前にド緊張してクッキーを握りしめてボロボロになってしまったんですけど、そのクッキーをこうなんか微笑んで受け取ってくださったっていうのがすごく覚えている思い出です。そんな、温かいシティフィルの皆様と高関健マエストロと一緒にブラームスを作れることがとても楽しみです。そして皆様にその
3時、清らく音にてお待ちしております。